今ね、なんかボタンちゃんともね、なんかしようと思ってね、企んでん。食べられない、食べられない、大丈夫ね。あ、ね、ちょっとシシワタで行ってきた。なんかでも後から無茶ぶりすいませんでしたってボタンちゃんから来てた。うわー、ありがとう、無茶ぶりしてしまったって。いや全然面白かったよって。わためがとあることでちょっとボタンちゃんに声かけたりしてて、なんかそういうのもあってなのか、あ、おかえ先輩のとつまち行こうかなって考えてるんですけど、一緒にどうですかって。配信10時からあると思うから、忙しかったら断ってもろても大丈夫ですって、そう声かけてくれて、え、行く行く、4歳でも行っていいお店行くって言って。あ、そうだね、わためってなんかちょくちょく言ってくれてるよね。ね、ネギトロ食べたい、ネギトロいいね。あ、いいですね。じゃあ、え、いくらかない？これがちょっとお値段、結構高いんですけれども、2つで1万円ですね。1万円、おにぎり1万円。まあ、でもそのたくさんお話とかして帰っていただければなって思うんですけれども。あ、本当に、あ、あれじゃないかな、わためあれだよ、多分海苔が金粉とかでできてんだべ、これやべえ。1万だったら金ピカだべ、おにぎり多分これ。金ピカだべ、まあ、とりあえず中へどうぞ、中へどうぞ。あ、じゃあ行くか、わため行くか。え、ここ4歳でも来ても大丈夫なんと。あ、そうそう、うちのわため4歳なんですけど大丈夫ですかね。4歳、あ、でも羊年齢4歳ということであれば、まあ、そうそう、まあ、ちょうど脂が乗って美味しい時なんで、これ、うん、あ、なんだ、なるほど。ちょっとボタンさんにだけ極秘でお伝えできますけど、はい、調理できますよ。え、マジ？ソリ、はい、なんか喋ってんだけど、おにぎりに入れるってできます？できますよ。あ、ちょっと2人でなんか喋ってんだけど、じゃちょっと後で、はい、軽くちょっと、あ、わかりました。じゃあおつまみ、おつまみみたいな感じ。あ、おつまみ、あ、じゃあジャーキーと、いけると思う。じゃあ一緒に喋ろうよ。あ、今日もさ、一緒にとつ行ってさ、なんか、わためどうするって言ってくれててさ、あ、わためって呼んでくれてる、うー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 ってなってた。うー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 、嬉しいね。ね、ちょくちょくなんか先輩つく時もあるし、わためどうするって言ってくれたりとか。ね、な、頑張って変えてくれてるところなのかな。いや、わかる、あるよね。なんか、わためがさ、ふぶちゃんって呼ぶのも最初、なんかちょくちょく、ふぶき先輩って言っちゃったりしてたからさ、やっぱ出ちゃうんだよね。なんか、ふぶちゃんって呼びたいけど、呼んでいいって言ってもらったけど、やっぱなんかとっさに、ずっと呼んでたふぶき先輩って言っちゃったりとか、ね、だから、もう、どんどんわためって、呼んでもろてん。